はい、えー、どうも皆さんこんにちは、ヒトです。ということで、今回は、えーと、中日の又吉選手がですね、えー、育成じゃない、えー、独立リーグ出身の選手として初めて、えー、FA 宣言をするということが明らかになりましたので、えー、又吉選手について考えていこうと。 いう回ですまあ僕は基本的にピッチャーに関してはあんまり詳しくないのであまりピッチャーネタの動画出さないようにはしているんですが、まあ、一応又吉選手に関してはちょっといろいろ動画として何か言っておきたいことがあるので、まあ、ちょっと今回触れていこうという感じです、まあ、又吉選手ねあの独立リーグで、まあ、あの環太平洋大学っていうね大学の存在を又吉選手で知ったという人も結構いるんじゃないでしょうか僕もそれでしたけど まあ、えー、90年生まれ31歳ということなんで、まあ、油の乗ったいい時期、まあ、そろそろね、全盛期、まあ、そろそろ過ぎて、まあ、まだまだでも一軍としてやっていけるぐらいの時期ではありますね。まあ又吉選手に関してはね、えー、っとですね、まあ、見ていきますけど、まあ、2014年、ルーキーイヤーで防御率2.21っていう、まあ、素晴らしい数字を残したんですけど。 でまあその後ですね、えーとまあ、2021年、えー、今シーズン66試合の出場で、えー、防御率1.28と、えー、非常に優秀な中日のリリーフ陣を支えたセットアッパーではありましたが、まあその又吉選手に関してね、えー、見ていくと、まあこのフィップ、えー、それから X フィップっていうのは、まあ簡単に言うと、あのー、あれですね、まあ、補正した防御率みたいな。 まあ防御率ヒットっていうのはまあ運のは運要素が絡むわけですよだからその運の要素を限りなく排除してこう防御率的に本当のピッチャーの実力っていうのを測ろうっていうのがこのフィップとかになってくるんですけども、まあ、これに関して見ていきますと、まあ、その又吉選手ね非常に良い防御率を多々記録してるんですけどただこの補正された防御率であるフィップで見ると、まあ、実際の防御率よりも悪いっていうことが多いですね、まあ、つまり防御率2.21ですけど実際2.58、まあ さらにその打球の質、えー、フライがねフライはある一定の割合でホームランになるんでその辺とかを加味しながら、えー、さらに補正した XPIP3.13 なんで防御、まあ、率3点台みたいな感じです。でそれ以降の又吉選手もねあの2017年も防御率2.13ですけど、えー、実際には防御率4点台近い感じになってます。 あのー、2020年も2.77で3.944.39、えー、今年に関しては、えー、ボイツ1.28で FIP3.35XFIP3.97 ということが明らかになっています、まあ、つまりはね、えー、ここまではやっぱり又吉選手がここまで活躍できたのは明らかに、えー、バンテリンドーム名古屋ドームっていう環境が有利に働いたっていうところがあるんですよね まあその結果、あのー、防御率は非常によく出るけれども、まあ、実際に、えー、見ると、まあ、その球場の恩恵っていうのを,から、まああのー、を受けているという部分も多いと。 まあ言うところなんですよ。つまり他球,球団に移籍した場合に、えー、今シーズンの防御率1点台みたいなピッチングができるかって言われると、まあ非常に厳しいのではないかと思います。で、まあ防御率、まあ2点台から3点台ぐらいに収まって、 ってしまうのではないか最悪の場合防御率四点台も見えてくるっていう感じですねそうなってくるとまあセットオッパーを期待してまあ FA で取得した割には結構痛いうんあまり美味しくない補強になってしまうかなと でまあ、加えて、えー、年俸から B ランクであることが確定しているんで獲得した場合には人的保障で、えー、選手が流出することが確定していますまあ人的保障で選手を流出させてまで又吉選手を補強しなければいけないかと言われるとすごく難しいところですねで特にね又吉選手に関して感じるのは その三振が取れなくなくってるんですよね、まあ、入団以降3年間は三振がかなり取れていたんですけどそれ以降はだんだん三振が取れなくなっていってる、まあ、リーグ平均奪、あのー、三,三振率7.53ですんでまあこうやって見ていくと,ちょっと三振がどんどん奪えなくなってるっていう傾向があるのと、まあ、あとフォアボールをまあまあまあ出すのでそれをそっからですね、えー 三振が奪えてた頃は KBB3.573 点台とかあの非常に優秀な値だったんですけど三振が取れなくなっていったことによって KBB がね、えー、2点2から2を下回るぐらい KBB が2を下回ると良くないので基本的には悪い数字になってきますので、えー、良くないですね。えーまあ、あと基本ル類ナがすごい少ないんですけどまあこれは名古屋ドームっていう特殊な環境があるんですよね。 それもまあちょっと、えー、評価として難しいところ。で、加えてですね、えー、まあ三振の割合が減少しているっていうところで、まあ、えー、三振率からフォアボール率を引いたものも、えー、最初はね、2桁台をキープしてました。リーグ平均が11.82%なんですけど、それ以降は、えー、三振が取れなくなっていったこともあり、えー、リーグ平均を下回っています。まあ三振が取れなくて、その割には結構フォアボールを出すので、まあなんとも言えないっていう感じですね。 であとはこののロブっていうのは、えー、残累率です、えー、普通ね、えー、残塁率っていうのは、まあ、得点圏打率野手における得点圏打率と一緒で残塁率まあそれはピンチでの強さっていうような表現もされたりはしますがただまあ一応残塁率っていうのは通算でこう成績が収束していくある一定の値に収束するって言われてるんでつまりは、まあ、あのこのシーズンだけあのロその残塁率が高いシーズンとかだったりするとそれは運が良かったと。 まあ、ピンチでうまく、運んで切り抜けてきた結果、残塁が多いという、えー、評価がされるんですけど、まあ、って見ていきますとですね、又吉選手の残塁率、まあ、序盤はね、キャリアの2015、2016あたりはまあまあまあ、普通ぐらいの数字ではあるんですけど、その後まあ、リリーフとして活躍しているシーズン、大体もう残塁率が80%超えてますね。まあ あのー、チャンスに強いというじゃ、ピンチに強いという言い方もできるかもしれませんが、まあまあ、統計的には、えー、その残塁率は一定の値に収束するんで、特に今シーズン残塁率87.8%、非常にまあピンチで良いピッチング、勝負上でピッチングをしたと言えるかもしれないですけども、まあ、ただね、えー、裏を返せば運が良かったと、えー、言わざるを得ないとういうところになってきますね。まあ ということなので、今シーズンの又吉選手のこの好成績っていうのを、そのまま額面通りに受け取るっていうのは、まあ、非常にリスクのある行為であるというふうに言わざるを得ないというところですね。えっ、ー、と、まあ、打球のことに関して、まあ、触れていきますけども、えっ、ー、とですね、まあ、フライに占めるホームランの割合が非常に低いんですけど、これもまあ、球場による影響がすごく大きいですかね。 基本的には、まあ、あの、ゴロを打たせて取るピッチングにシフトしたのかなと個人的には考えています。あの、序盤は結構三振を取りに行くピッチングをしていたんですけど、まあ、そこからね、えー、三振ではなくて、えー、ゴロを打たせて、まあ、打たせて取るピッチングにシフトしたっていう傾向が感じられますね。まあ、それがゴロフライ比率が序盤はフライが多かったんですけど、序盤2年間は。その後は、まあ、ゴロが多いという傾向が続いているのもそういう感じかなと、えー、思います。 まあピッチングスタイルの変更があったののかななとそうなんですけどで、えっとですねまあ、ピッチングスタイルの変更に伴ってね、えっと、2017年からツーシームとカットボールという、まあ、手元で変化するゴロを打たせるような球種を投げ始めてますね。えー、チェンジアップを今シーズン投げたことになってるんですけどこれシンカーなんじゃないかなと個人的には思っていますが。 まあそれで、まああのー、感じるのはですね、2020年ちょっと球速が落ちてるんですよね、144キロのストレートの平均球速、まあ、ストレートもツーシームもスライダーも全部球速が落ちてるんですよね、カットボールは多少速くなってるんですけど、まあ、他の球種大体遅くなってるのが2020年なんです,なんですよね、まあ、それ以降は、それ以外はね、ストレートが大体145をコンスタントに超えていて、まあ、ストレートの平均球速はまあリーグ平均を上回ってますし、 まあ、ツーシームの平均急速ともに、あの、上回ってると。あとは、まあ、スライダーですね。スライダーが、まあ、120キロ台だったのが、まあ、コンスタントに130キロ台に乗るようになってきた。2020年だけ、やっぱちょっと,と特殊的に、なんか、なんかちょっと例外的に数急速が落ちているんですよね。 まあ2020年何があったのか分かりませんけど、まあちょっと急速が落ちていると。まあ、ピッチバリュー見ていきますと、まあ実際2020年なんですけど、あのー、急速が落ちたことによる影響なのか、まあすべての吸収の数字が悪くなってますね。ただ一方でね、カットボールはあの、早いんですよ。2020年。で、カットボールの評価は高いんですよね。 だから、まあ、あのー、急速っていうのがね、あのー、2021年は急速が戻ったことによって、まあ、各球種がいろいろ使いやすくなって、まあ、数字が良くなったのかなと。まあ、特にね、ストレートですね。まあ、ストレートはなかなかね、あのー、1年目が一番良くて、その後はストレートで、まあ、なかなか数字が安定しないっていう部分もあり、ありましたが、まあ、2021年は2014年を上回るストレートの威力を発揮したと。で、かつ、ま、スライダーがね、えー、非常に良い武器として機能している。 スライダー132.3キロ、えー、平均より速いスライダーで、まあ、スライダーとあとカットボールで、まあ、アウトを打ち取っていったという感じのピッチングになってます。まあこういう風に見ていくとね、まあ、球速が上がったっていうところもあってまだまだ元気かなというところを感じるんですけども。 えー、ただね、又吉選手に関して、まあもう一つ気になるポイントとして、今シーズンちょっとボール球振ってもらってないっていうね。まあ、もちろんボール球を振ってもらうことは重要じゃないんですけど、ただね、えー、その今までのキャリアは、まあボール球のスイング率がね、割と30%近いシーズンが多々あって、まあ一応ボール球も結構振らせていたという傾向があるんですけど、まあ今シーズン26.6%と落ち込んでしまった。 感じですね。確か、又吉選手、2018年は大乱調だったシーズンなんで、大乱調だった、まあ、シーズンとだいたい同じぐらい。まあ、2017年は非常に良かったですけど、同じぐらいですね。で、えー、っと、まあ、ゾーンラインの球はまあ振ってもらってるんですけど、割と、えー、っと、そうですね。まあ、こうやって見ていくと、まあ、ボール球を振ら、 振らせることがなかなかできていないっていう感じ。あの、ボール球のね、コンタクト率、ボール球を空振りさせるっていうところに関しては、やっぱり又吉選手、まあ、技術、技術というかキレがあるんで、まあ、空振りはさせるんですけど、ただまあ、あのー、ある程度ボールが見極められてしまっているっていう現状があるように思いますね。ただまあ、空振り率ですね。この辺もまあ9.5%、まあ別にまあ、リーグ平均と比べてそんなに、 大きく悪い数字ではないんですけど、まあ、リーグの平均を下回ってしまっているんで三振を取ることができないっていう感じになってしまっているのかなと、まあ、全体的にそのまあ良いピッチャーっていうのは結局その三振をたくさん取るっていうことが良いことであるというふうにフォアボールを少なくして三振をたくさん取って基本塁ー,ーを少なくするっていうのがまあ一番良いピッチャー ということになってきますで又吉選手はまあホームランは打たれにくいんですけどもただそのホームランを打たれにくいっていう部分に関してもその球場補正があるので名古屋ドームっていう,もう極端にホームランが出にくい球場で投げてるっていうところを考えると、まあ、もう少し基本塁打が移籍すれば基本塁打が増えることはまあ間違いないとうん。でまあ基本的にゴロを打たせるタイプのピッチャーに変化しつつあるんで、まあ、そんなにポンポンフライを打たれるタイプのバッターピッチャーではないのでまあ そこはね安心なんですけどもとはいえね名古屋ドーム補正っていうことを考えるとなかなかちょっと厳しいところがあるで、まあ、割とその運に頼って今シーズンはかなり好成績を残したんで来シーズン以降ですね、えー、まあ揺り戻しなりきてもうちょっと数字が大幅に悪化する可能性っていうのも全然、えー、ありうるっていう話ですね まあそういうところなんで、まあ、又吉選手はちょっと、なんかまあ今シーズンの FA の目玉になってしまうのかな、あんまりこう大物選手の FA の情報がないんですけど、あ,のー、あんまりこうその中で又吉選手の FA っていうのは、大きな目玉になるかなとは思うんですけど、ただ、ちょっとリスクの大きな買い物になってしまうので、あのー、B ランクってことを考えるとね、さらに。 あのーまあ、やめた方がいいのではないかと <laughs> いうふうにまあ僕は思います。はいまあ、ということでね、今回又吉選手に関してでしたけど、まあ、そういうわけなので、まあ、獲得に関してはね、まあ、慎重にあの判断していくべき案件だと思います。はい、そんなわけで、今回は又吉選手の今シーズンの成績。 とまあ獲得すべきかどうかっていう問題について触れてきましたはい。ということで、えー、そんな感じで終わっていきたいと思いますお疲れ様でしたバイバイ